どうも、始まりました。今回はですねちょっとコラボということで、この方たちに来ていただきました。それではどうぞ。どうもよろしくお願いします。よいこチャンネル浜口女子会から来ました、よいこの浜口です。お願いします。はい、そしてスタッフのペコです。よろしくお願いしますすいません、ありのじゃなかったです。スタッフのペコちゃんです、はい、そっちなんですよね、はい、あのペコちゃんがあの、はい、AD さんなんですけど、女子会という浜口女子会という、AD さんと喋る会があるんです。会があって、うん、そこで普通に出てるんですよね。普通に出て喋ってるんでサウナが好きっていう話をしたら、はい、ちょっと木本さんのやつが、はい、ロケ技術学べるよみたいな感じで僕、見てましたけど、はい、動画その時をめっちゃバカにしてますよね全然バカにしないですし、私あの個人的に、アルカノビスさんのラジオ大好きで聞いてるんですけど、はい、本当にサウナって言われてんだなって思ってそれいじられてたんだ、はい、ちょっとそう、あの酒井ちゃんが、はい、あのサウナ入る前からサウナハットかぶってるっていうおかしなことなんやってそれで気づいてじゃあのサウナハットかぶるあのタイミング分かってなかったんですよね。あの家出る時からかぶってるからでもなここのスタッフさん結構みんなかぶってるからあるわ。あの菊田もいつももうかぶってるんでこれが当たり前なんや。当たり前スタイル、はい、すごいな。いやだからちょっと改めた方がいいのかなと思う。いやでもええよな。でもこのスタイルが一番やっぱり素晴らしい。それが気持ちいい部なんで。それが気持ちいい。知らんやろ気持ちいい部。知ってるよ。知ってますよ。知ってます？知ってる知ってる。登録者数なあ。それめ、ね、せやそれ俺をせや登録者数なんて言ってました？クソやばいって。いやでも頑張ってるな。でも面白いのにって言ってた俺らは。ありがとうございます、うん、でも話題にしてもらって、うん、あの時にそのよいこチャンネル見てるあの視聴者の人たちがいっぱい来てくれて、うん、あの見ましたよって言って登録してくれて、うん、ああよかった。それは本当にもうありがとうございます。もういやいやこっちこそありがとうございます。面白いなって思ってたから、うん、そうサウナって、はい、はい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 、大好きだから本当に。そうそう、ほんまに どっかでコラボしたいなと思ってて、それはずっと浜口さん実は言ってくれたって言ってたの。はい、たまたまペコちゃんがほんまにサウナを好きって。サウナ大好きで今日もね一応来るから今日サウナスタイルで。でもなんか着飾って着飾ってお前ない後ろ見せてもらっていいですか。あ、はい、あ、ほんまや。これ何だ。サウナのこと書いてあるって。そういうことです。洋服 で一応雑誌とかも集めてますし、すごいね、行ったところのタオルとかも。おお、すごいすごい。集めてどう。本物本物。今日ね気持ちやっぱりいつもに増してペコちゃんがテンションが高い。いや確かに僕見た時テンション低いみたいな思ってたんですよ、はい、うん、俺もこんなテンション高いしないとびっくりしてもん、ね、よかった今日元気です私。今日のテーマはペコちゃん、はい、私たちがこの浜口さんを初整え、はい、できるかな。何そう、整うっていうこと自体もちょっとなんか、まあ、はっきり分からへんからちょっと何を言うてんねやろって言うてること自体をちょっと半笑いで思ってるんですよ、うん、何整うってみたいな。そうやな。そうでしょ、そうでしょ、うん、ねずっち以来聞いたな整いましたよ、ね、いいんですよ、うん、じゃあちょっと今日はぜひ一緒に整いたいと思いますので、はい、ペコちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。行きましょう行きましょう。お願いします。よしたまにかぶってたな。ほんとサウナハット待ってる。さあということで、はい、早速入りたいと思いますね。ええー、なその帽子、うん、俺もね欲しいな欲しいな。じゃじゃん決まってる決まってる。これをかぶりたくって、そのよいこちゃんの女子会でも言ってたのよ、はい、あ、サウナハットかぶりたい。そうこれ作りたいって言って、ね、作りたいって、そうサウナハット作りたいって確かに言ってたのを見ました。おうおうおう。いやいいなと思いながら、僕自分のチャンネルでもやりたかったから急がんと先やられる焦ってるんですよ。っていうか一緒にやらせてください。一緒にやろう一緒にやるやろう。あのどちらでもどっちがいいってこと。あ、どちらでも大丈夫です。可愛いですね。どっちも可愛いな。こっちの方が似合うもん。やった、はい、かぶせてくれる。だからさっしー、こんな感じで。ええ男やろ。ええ男、好きになっちゃう。はい
似合うわ。あ、これやっぱ似合うわ。ええな、うん、なんかやっぱりなんか浜口まさるって感じ、ね、まず中ちょっと入りますけど、はいはい、水飲みました。飲んでない、はい、え、あれ水飲まなかったの。そうですね、やっぱり汗かくんで、さっき、こんなこれ飲むの俺中学生ぶりぐらいかもしれない。ね、部活とか学校で、ね、そう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 、僕出しといて、出しときますから、はい、好きやね。これ飲んでんの俺この風呂場でおじさんしか見ないね。いや、そんなことないわ。若い子飲む？飲みますよ。ジェントルマンですね。あ、ありがとう。飲んだ飲んだ。飲みました。飲んだ。飲みました。自分でやるけどこれ。人にやってもらって自分でやる。違うね。何なの？違うね、山口さん。今水飲む量ちょっとやったんか。ちょっと、うん、あれが嫌やから、うん、しっかり飲んでほしいの僕たち。しっかり飲んでほしい。ちょっとそう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 、いいですよ。もうもっとよろかね。少ないってだから。飲める量、おっさんがもう飲める量。ペコちゃん、ペコちゃんしっかり飲んで。日本そんな、え？そんな飲まない。どれだけ汗かくん持てますの。そう、ジュージュー吸うやん。吸う言わんといて。ジュージュー吸うやん。そう、すげえ。ほらほら、めっちゃ飲むやん、うん、やっぱサウナ好きやな。これこれ。さすがペコちゃん。そんな飲めんか。やり直しですよ。ちょっと出してよ。自分で出せる言うたやん。そんな飲まれへん。まあ、飲まれへん。まあまあ、でも3回に分けて飲んだから、ま、大丈夫、大丈夫です。もう飲むな。もう飲むね。いいのゆっくりよっ。さあ、そういうのあるの。いいよ、いいよ、すごい飲んでるよ。サウナすごい飲んでる。素敵。サウナカフェ語みたいなのあるの。いいよ、いいのゆっくりないですけど、そんなの。そうなの。ペコちゃん、はい、浴室、サウナに入る前、浴室に入ったらまずすること何でしたっけ。かけ湯を。そうです、かけ湯。さすがやな、はい、分かってるね、まあ、体を清めるって言うんですけど、うんうんうん、清めたいと思います。清める、はい、分かりました。なんかあんのやり方。あ、もう完璧に頭がある。これで、はい、はい、これまたマナーなんですけど、はい、もう早速今日はもうサウナ室入りますけど、はい、体拭いてください。え、体拭いてください。うがしたからなんですけど、うがしたから、はい、このうがしたままサウナ室入るのはちょっとマナー違反。あ、そうなんだ、はい、しっかりと。たまに濡れたままいったらその汗なんかその水分なんか分からへんときは分からへんでしょ、うん、そうそう、そういうこっちゃ。たまに濡れたまま入るんですか。あ、はい。に苦み聞かせます、その時。それはね。あの、すみません、あの、ね、二度とやめていただきます。わかった。サウナ自体はあんまり好きじゃないとかってあります。なんかロケ先でこういうとこ来て、はい、ほんまにちょっとだけ入って、はい、すぐ出るって感じですよね。僕もそうでした、うん、はい、で特に水風呂が苦手で、はい、怖いもん、水風呂。僕もそうでした、うん、はい、で俺は特にこの水風呂に入ってる瞬間がこの真冬に無人島の海に入ってると同じ感覚やから。トラウマが出てる。トラウマが出てる。嫌なんだよ。うわーとかって、うわーって叫んでからじゃないと行きたくない。今まで出ていただいた人たちはみんな整って帰ってもらったんですけど、うん、もしかしたら浜口さん無理かも。トラウマ持ちやから。熱いの無理になる。まあとりあえず行こうか。オートロー流サウナ。オートロウリュウさん、うわーすげー。ロウリュウは分かってますよね。あ、知ってる知ってる。ダーってやつね。あ、ペコちゃんも、うん、あ、やっぱりペコちゃんこんな感じですよ、浜口さん。あれ、これでロウリュウするやつ。これでロウリュウする。ロウリュウじゃない。これロウリュウの、あの、叩くやつじゃないんですよ。これはもう、普通に座るし。はい。あ、熱い熱い。何度ですか。この温度もいいんだ。いい温度ですよ。だいたい温度見ねんね。はい、みんな温度見ます。ああ、そう。あ、今何度かって。90度です。90度。はい。熱っ。上の方が熱い。そうです。あ、よくわかりましたね。熱っ。正解。大正解。おめでとうございます。上の方がええ、下の方がええな。やっぱり熱は、うん、上に上に溜まっていくんで。ああ、そうやな。はい。
部屋の温度もそうやもんな。そうでしょ、下サブ表立った時暑ってなるもん、ね、そう、下段からゆっくりと汗流しながらそのまま出るもいい、上にちょっとずつ下がっていくのもいい。僕は結構最初に上段で汗ドーン出してから下がっていくんですけど。ああ、やり方があんね。はい、ペコちゃんどうですか。でも私もずっと下にいるパターンですよ。私は、あ、下に、あ、下に行くじゃん。あ、全然あの大丈夫です。あとサウナハットめちゃくちゃいいですね。いいでしょ。かぶったことないんですけど、はい、サウナハットあの全然暑くないから、あの居やすいです。居やすいでしょ。はい、ちょっと今までちょっと可愛いけどみんながかぶってないから、うんうん、なんかかぶりにくいなと思ってたんですけど、はい、これはあった方が絶対いいです。あった方がいいね。あった方がいいから先にグッズ作りますうわー、すげえ暑い。大体でも僕ね、時計も見たくないようになってきたんで。どういうこと、感覚でいくってこと。その日の体調ってあるじゃないですか、うん、で加藤先生っていう人にいろいろ教えてもらったんですけど、うん、やっぱり体調次第でいつもなら10分入るのに今日はもう5分ぐらいでしんどいなっていうのも全然ある。あるあるある。だからどっちかというと自分の心拍数をね、うん、測ってると、この心拍数が普段だいたい60前後やとしたら、うん、120ぐらい、倍ぐらいだったらもうそろそろ電話でいいんですよ。 iPhone、アイウォッチなしで心拍数わかんない気持ち。なんてちゃんと親指当てて、アップルウォッチなんです。アップルウォッチいるで。自分がアップルウォッチなんです。そうですね。すげえな。はい、そうですね。サウナってそんな極めれんの？今日はでもペグサウナ。浜口さんが整うっていうことをほんまに知ってもらうちょっとスペシャルな日ですよね。確かに。それすべき日かもしれないですね。ね、ずっと言うてんねん。この前山登りのロケやってんけど、ずっとサウナの話してはった。はい。オンエア見たらほとんど聞かれてます。いや、そりゃそうや。山登り進めんのこれはサウナで言うたら言うて、ずっと朝日だけでサウナの話してる。絶対トエがって反省してます。好きやなって。どうですか、結構しんどくない？いや、しんどい。暑い。暑い。めっちゃ暑い。よし、ほんならあんまり無理は禁物なんで、はい、とりあえず今から出て水風呂入ります。水風呂、ハワイ行く。行きますよ。よっしゃ。最大のアトラクション来たね。はい、いや、それ怖いわ。熱々熱々。ほら、もう床も熱いもん。勘弁してください。なんか氷入ってるやん。何してんねん。夜に試合してもらってるんですよ。何してんねん。あーあー、いやいやいや。あ、こっち来てもらって。いや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 、息吸ってください。ペコちゃんも入ってください。はい、息吸ってください。何じゃない。いい感じ。いい感じ。はい、息吸ってください。ゆっくり息吐きながらゾーンと入っていきます。まだ息吐くの早いです、はい、なくなります。息吸ってください。はい、じゃあ息吐きながら行きましょう。せーの、あ、はい、もっとゆっくりやれ。いや、もっとゆっくり。お前、心臓怖いわ。心臓怖い。せーの、いや、いや、いや、こっから、息吐く力抜く、力抜く、力抜く、で、よし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 、もっと、氷いらねえ、氷いらねえ、冷たい冷たい、氷いらねえ、こうやって出してください最初。あ、いやいやいや、これちょっと楽になるでしょ。いや、これもう手に召されてる時や。いや、冷たい。これ動かすに力抜いて、力、肩の力抜いて。でもちょっと気持ちよくなってきた。でしょ。あれ、なんこれ、ちょっとあったかいマット貼ってきてません？うん、あ、ほんまや。これをペコちゃんなんて言うんですか。羽衣。羽衣です。違う、羽衣なんかもうシーチキンでしか着たことないよ。何や、羽衣って。ちょっと動いたらその膜取れちゃうんで、私も動かない。動かないよ。ちょっと動いた。あかんやん、寒いやん、ほらほら。あ、ほんまや、ほんまや。でしょ。やめてや。ちょ、氷いらんね、冷たいね。ウェットスーツのやり方と一緒やな。あ、そうなんですね。ウェットスーツまでマット作ってるんですか。ウェットスーツは中に水が入って、それが体温とあのゴムのゴムで、はい、水がちょっとしばらく暖かくなるのよ、ええ、でそれで真冬でもちょっとだけは持つねんけど。やっぱり無人島のこと思い出してる。ウェットスーツのこと私たちは何も知らないんで。あの、勘違いしたらドライスーツとウェットスーツ全く違うから。違うですね。ウェットは濡れるから。濡れるよ、あえて水分を入れるね。そう、行きましょうか。え、あ、はい、1分ぐらい入ったんで1分ぐらいがちょうどいいです。さあ、次は浜口さん、休憩、外休憩。はい、そう、また。忙しいな。ほんで何してくれよ。ほんで、ぼーっとしてください。おー、おーも指示されんの。そう、喋らん。
ほんで力抜いて、で、ぐじっぽーんって言って、力抜いて、腰食べられるんですよ。ほんならね、脳みそがね、ちょっとだけ、ちょっとだけ柔らかくなるんですよ。うまっ。うまっ。やっなってんの髪の音めちゃくちゃええ。めっちゃ喋るな、もうめっちゃ喋るやん。これよう、よう耐えれんな、こんな波の音、ええの聞いて。ロケの行き過ぎですよ。喋っちゃうよ。お前、なんか乾燥有病やな。なんか、あの、間を埋めないと。俺のロケは乾燥有病やもん。やばい。半月でもないし、満月でもない三日月でもない全然整わないなちょっと男子の全然整わないごめん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 今整ってんのかちょちょちょあんた喋るから整わへんねんあの、でもいいもういいどうぞ、一回楽しみもうそんな言うんやったら一回海見していいけど、うん、めっちゃその後ちょっと僕の話聞いてくださいそうそうそう。昼間もええな。これ昼間来たら最高です。最高は夜もまた月明かりがこうね。思った。思ってない。ちょっと座って浜口さん。浜口さんちょっと座って。集合。集合集合集合。なあこらえるか。浜口ちょっと集合。そうやろ。ポコちゃんいやいや。ポコちゃんもちょっと怒ってますよ。ポコの経験したい。はい。と提言したいから今日来てるみたいな。そうです。それも本当ありがとうございます。こちらこそ。はい。でも、まだ2セット目しますけど、2セット目行こう。次、水風呂出て起きた時、もう喋るんだ。僕が喋り出すまで。おー、オッケー。そ口開けといたいね。そう、それだ、それだ。それだ、もう力なんだ。後ろに。いい甘み出てるんですよ。すごくいい状態になってるんですよ。お甘み。これこれ、ね、整ったい。でも簡単にあちこちに整うっていうボケ入れてくるけどそんなんちゃうのボケ整ったかなと思ったよ。そんなんじゃないちゃうの。そんなんじゃない。覚えててる日本語使いたがりだ子供やん。もうちょっと2セット目いきましょうか。行こう2セット目行こう。よし、もうわかった。わかりました。次ちゃんとこれできたら、あぐら組んだり体育座りとかこれでいい。うん、両足そうそう。だから足を下に下ろしてると足があんまり温まらなかったです。ああ、なるほど。きた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 。オートロー流まっ、あ、きたなな、青いならどうやって進んでる。そうです。青が変化でもヨーロッパ式や。フィンランド式です。フィンランド式や。ドイツもヨーロッパです。一気に熱い温度が。ほら、体感温度。うわ、来た！熱い。でも嫌な暑さじゃなくないですか。心地いいね。心地いい暑さなんです。これが蒸気の。うん、蒸気の暑さ。蒸気の暑さ。ほら、玉のような汗になってた。ほんまや、変わった。汗の種類変わったでしょ。玉になって、ほんまや。そう、それは本当に皮脂が流れたんですよね。ヨコちゃんは、はい、玉になってるね。出てますね。こんな変わんねんな。変わります。気持ちいいな。あ、顔真っ赤になってるよ。顔真っ赤ですか。うん、たまに女子サウナとこ行ったら本当無双みたいな人とかこうやってなんかそんな人女子サウナそんな感じだろ。こういう人とかいます。もう入り込んでんねん。もう入り込んでほんで顔隠したいでしょ。顔隠してますね。この暑さがさっきの水風呂をより気持ちよくさせる。ああ、そうなんです。さっきより楽に入れる水風呂。入ります。あっちゃすごい。なんやこれ、風来た。これもユアの里名物なんですよ。すごい。オートアウフグース。やばいガーッと風が来てる今。うわー、乳首隠しといてください。ちょっと今さ、乳首痛かった。乳首痛かったでしょ。うん、感じたことないで乳首痛いことがスタッフさんがすごい来た。お前ね、汗だくっこ来たかったよ。
ジーンズと。もうさすが気持ちよくのスタッフ様もこれが気持ちいいんだ。気持ちいい。今結構ストーンの真ん前にいるのに気持ちいいですね。さすがやな。3ヶ月前までサウナ全然入ってない。今も毎日行ってます。毎日こうやって慣れてくんねや。好きになんねや。浜田さん、心臓結構ドクドク言ってます？言ってるかもな。ちょっと鼓動早なってます。うん、よし、ほな水風呂行きましょう。よし、出ようか。よし、行こう。あかん。うわぁ。うわぁ、冷たい。はい、息吸ってください。じゃあ、ゆっくり吐きながら、せーの。うわぁ。後ろも耐えてください。浮く感じで、かかとだけつけて。はい、手出してください。冷たく感じますね、うん、氷が溶け切ってます、うん、さっきより冷えてるね。羽衣もまとってる今来ました、うん、羽衣まとうリズムが早くていいですね。よし、はあ、手をちゃんと整ってる。行きますか、めっちゃ気持ちいい。みんなこれをやってたんですよ。なるほどね、これだ。これが整うなんです。やったー、キマトゥーキマトゥー、整えました。やったこれだ。これ、ね、これやってる時喋ったあかんでしょ。喋ったあかんわ。セット目損した。損したでしょ。このチャンネルね、スタートした時に、うん、あの作家の長谷川さんも、はい、サウナ全然全然ですよく分かってなかった。水風呂入ったもん。そうですか。あの作家の長谷川さんの授業を、はいはい、ペコちゃん沖縄で受けてました。え、嘘。沖縄でね。あ、覚えてました。すごい。ですね、よかったな。トークの授業だけ本当頑張ったって思ってて、ずっとトークの授業だけ2位いただいたんです。すごい覚えてらっしゃるんです。すごい覚えてはるかな、私のことって。どっかで聞いてみよう。めちゃくちゃ怖かったんで。俺も最初めっちゃ怖かったよ。今私喋ってます。喋れてる。先生が水飲みの下りとか良かったですね。あ、良かった。初もバッチリ。今本当に整った。今私人生が整った。すごい、8年越しやっと整った。すごい面白いな、こういう出会いがあるんですね。嬉しい。今日はなんかいい回やね。いい回やね。しかも長谷川さん毎回来てるわけじゃないの、うん、あ、そうなんだ。偶然今日は来れるって言った来れて、急遽来れることになって、すごい。なんかスケジュールも整ったね、全部ね。なんか全部整いましたね。またサウナこれからもちろん、はい、はい、もう行きましょうね。行こう。また女子会よりも今日元気です。そうや、お前、お前こんな声張れへんで普段。そうですよね。なんか素のトーンで喋ってるもんね。もうちょっとゴリ気味にやってる。ヨーコチャンネルで、あの僕も出させていただいて、はい、ちゃんともっちゃんも来てくれてますので、ぜひ見てください。こちらこそ、ありがとうございました。抽選発表会、はい、今回、52通、応募いただきました。で、ここにその皆さんの、ね、メッセージちゃんと書いてくださってて、よいこチャンネルの浜口女子会でキモスさんのキモトゥーブを知りチャンネル登録させてもらいました。ありがとうございます。大阪のサウナ紹介してください。やります。
競輪選手をしている高橋浩二と申します。高橋選手ですね、いつも楽しく拝見させていただいております。他のサウナ好き競輪選手たちも続々とチャンネルのファンになってきています。マジですか。全国のサウナ巡りと楽しみにしておりますと。いや、ありがとうございます。ぜひ出てください。ぜひ一緒に競輪見に行って観戦して試合後に一緒にサウナ入っていきます。ああ疲れてるしね。ぜひちょっとまたお願いしたいです。自宅にサウナを最近作ったので見に来てほしいです。ぜひちょっと連絡させていただきます。さあということで、こちらのプレゼントどなたに行くのか。よし、これ山崎雄二さん。こんばんは。サウナに興味ありますが、自分は痛風なので大敵の存在です。あー、そうか、汗かくと尿酸値が上がってしまうためと。でも初回の放送からライバル的存在のサウナに興味津々です。ありがとうございます。そしてトートバッグは他のファンの方にあげてください。楽しませていただいているのでそれで十分です。いらん。じゃあ、お断りを置いていこうと思いますね。一番隅っこのところにの人です。こちら、サトスンさん、おめでとうございます。サトスンさん、サウナにハマるきっかけになった SKC に再訪問して、僕がね SSK さんと対談してほしい。ああいつかまたね、またお電話したいと思います。ということで、サトスンさん、おめでとうございます。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。